明日は種子島宇宙センターでロケットの打ち上げがある。これに乗れればもっともっとたくさんの星が見られるぞ。ロケットにどうやって乗るのよ。よし、早速行くぞ。早速って、見て、はるかちゃん、あの明かりが宇宙センターだ。ほらほら、ロケットが見えてきた。最終カウントダウン、進行判断の結果を連絡します。ねえねえ、スバルくん、起きて起きて。ねえ、なんか変な音がするよ。一段液体燃料水素系準備完了。一段液体燃料酸素系準備完了。二段液体酸素系液体水素系準備完了。フレームデフレクター冷却開始。リフトオープン。はるかちゃん、このロケット発射したみたい。ちゃん、こっちを見てみなよ。これが地球なんだ。地球は青かったって本当だったんだ。本当、すごい綺麗。宇宙船はものすごい速さで飛んでいるから一日がすごく早いんだ。もうすぐ夜になるよ。たくさんの星が見えてきたぞ。うわー、たくさんあって数えられない。見て見て、はるかちゃん、あれがさっき見た天の川。星の数が全然違うよ。うん、ほんとたくさんの星が集まって見える。ほんとに宇宙に来たんだ。ねえ、あれ何？え？何？変なのが見えるよ。なんだろう。なんだろう。雲かな。どんどん近づいてくるよ。こっちに来る。あー！ぶつかる！あー！あー！わかった。オーロラだ。僕ら、オーロラの中を飛んでるんだよ。